こんな感じで、うわ、中すごいジューシー。じゅわーっと油が出てくるの分かります？これ。うわ、すごい、たまんない。チャラリンコクッキング。チャラリンコ、はい、トッシー隊長です。今回はね、がっつりお肉食べたいなってことで、丼をね、作っていこうと思います。お昼にね、この鶏もも肉を使って、丼。で、これね、鶏もも肉ね、まあ、鶏胸でもいいんだけど、鶏もも肉1枚ね、これ約 300g かな、うん、で、今回はね、やみつき鶏もものね、旨辛丼作っていきますよ。はい、ちょっとね、こう広げてやって同じ厚さにしちゃいます。はい、したらね、ここに筋がこう入ってるじゃないですか、ね、ここをちょっと筋を切ってやるっていう感じでね、ちょっと筋を切っていきます。あと包丁でね、こう、これフォークでもいいね。フォークとかの方がいいかな。ブツンブツンと。うん。こうやってやるとね、火が早く入るし、ね、うまく焼けるんで。うん、まあ、こんなもんでいいや。ね、これちょっとチキンステーキっぽくしようかなってことで、これここに半分。ね、こう大きいから。1枚半分にします。これにね、みりん、これ適当ですよ。みりんをね少し入れます。はい、大さじ1ぐらいで、醤油もちょろっとちょろっと入れて、はい、でこれちょっとね、味を染み込ませてちょっと揉み込んでやります。下味って感じですね。はい、はい、そうしましたらね、これ小麦粉ですね。これフラワーですね、クッキングフラワー、日清クッキングフラワー、これをね、まあ、まんべんなくまぶしてやります。片栗粉でもいいんだけど、片栗粉と、うん、まあね、薄力粉がいいかな。こういうクッキングフラワーとかね、あとはコーンスターチとかでもいいんですよ。うん、はい、でこうやってね、ちょっとね、まんべんなく、皮の方特にしっかりね、粉をつけてやって、あとね、油で焼くだけです。はい、じゃあね、ちょっとタレの方作っていきますね。はい、これね、コチュジャンですね。コチュジャン大さじ1杯。で、みりんがね、50cc で、お酒が 50cc、 醤油が 50cc、 全部ね 50cc ずつで。すいません、今ね宅急便が来た。でね、ニンニク、おろしニンニクをね、これですね、刻みニンニクか、これ小さじ1杯入れます。これを入れると悪魔になるんでね、ニンニク入れて悪魔になるんですよ、これ。はい、で、あとこれをね、マゼリンコですね。コチュジャンを溶かすような感じでね、マゼリンコします。ドイチ。結構ね、味がしっかりしたタレになります。しっかりしたですね。じゃあね、フライパンコーナーですね。火をつけてやって、でもね、フライパン温めますね。で、鶏肉ね、焼くんで、ちょっとね、衣がついてるんで、ちょっと油多めで、うん、大さじ3、4ぐらい、揚げ焼きみたいな感じですね。で、ちょっと温めて。でね、油の方が温まったら、これ皮からね、皮から入れて、じっくりね、皮がパリッとするぐらいね、これ焼いていきます。揚げ焼きにしていきます。これがね、ジューシー、男の子が喜ぶね、シリーズですよ。小麦粉を衣につけてね、あるんで、こうカリッとね、するんで、フライパンでできちゃう、しかも。蓋してもいいしね、蓋して、ちょっとね、中火ぐらいで蓋して、乾いた音がしてきたら、ちょっと様子開けて様子見てみます。
ちょっとね、音が乾いてきたんで、ちょっと見てみますか。もうちょっとかな。うん。まあ、これでね、3分ぐらい。まあ、要は皮さね、皮の方がパリッと焼ければもう、あとひっくり返してもすぐなんで、皮をしっかり焼いてるってことですね。お、結構ね、思ったより焼き色がすごいついちゃったけど、まあ、美味しそうな焼き色です。ちょっとね、ちょっと焼きすぎだったよね、ここね。はい、あとはね、表側はね、2分ぐらい焼けば。はい、じゃこんな感じでね、両面ね、焼けたんで、油をね、切ってやります。はい。で、したらね、このさっき作ったね、このタレをね、一気に入れちゃいまーす。じゃあ、と。はい、あとこれを煮詰めて、照りが出るまで、はい。照りツヤが出るまで、これをね、この鶏肉に絡めていきますね。うわ、うまそう。これはちょっと悪魔的な美味しさなんじゃないの？これは。こんな感じで煮詰まってね、ツヤが出てきたら、はい、これ最後ポイント。これレモンですね。フレッシュのレモン汁。あとこれでね、6分の1個分ぐらい。これを絞ってやります。これでね、上品がね、ちょっと油っぽささっぱりさせてくれるんでね、上品な感じになって風味がねついて美味しいんですよ。蜂蜜とか入れてもねいいけどね、まあ結構コチュジャンで甘みがあるから今回は入れないで。はい、これで完成。いやー、うまそう。何これ、すげえ。鶏を取り出して、よいしょ。わあ、これをね、カットしていきます。カットですね。クナイフですね。クナイフ投入。ナイフ投入だ。ナイフ投入。K はね、発音しなくていいですよね。はい。で、これをね、1人前これね、これ1枚で2人前ぐらい取れるね。もっと取れるか。こんな感じで。わ、中すごいジューシー。じゅわーっと油が出てくるのわかります？これ。うわすごい、たまんない。柔らかいね。照り焼きって感じ。照り焼きチキン。うわ、これ。うまそう。ね、うまそうですよ。これね、今回ね、これ2人前できたんだけど、これね、全部切っちゃおうかな。これ、そのまま取っといてもね、タッパーとか入れといてもいいかもね。はい、じゃあ盛り付けてよ。はい、じゃあね、ご飯の方ね、炊きたてのご飯を大盛り、丼によそって、これはね、レタスですね。レタスと長ネギをね、白ネギ一緒に混ぜたやつ。これをちょっとね、こう、一緒にね、盛り付けてやりましょう。はい、したらね、このタレをね、上からかけてやります。で、はい、これで完成。いやー、うまそう。まあ、辛いのが好きな人はね、さらに上からラー油かけてもいいし、うん。はい、あと、ね、ちょっとね、これ、九条ネギですね。九条ネギかけたり、ごまとかね、まあ、なんでもいいですけどね、マヨネーズどうするか。ちょっとかけて。はい、はい、じゃこんな感じでね、うま辛鶏もも丼の完成でーす。うまそう。はい、じゃあね、このね、悪魔のね、やみつき鶏もも丼を、いただいてみたいと思います。はい、じゃあいただきます。あったかいうち食おう。はい、じゃあね、いただきます。
美味しい。これすげえうまい。最高。ご飯に合う。ね、ご飯に合います。ね、かなりね、味がしっかりして濃い味ですね。ガツンとしたパンチのある味。ね、男の飯って感じですね。うん。もうボリュームもすごいあるし、食べ応えバッチリ。お腹空いた時いいね、これ。うん。はい。ってことでね、今回はね、この鶏もものね、うま辛丼を紹介しました。すごく美味しいです。ね。皆さんもね、ぜひこれ試してみてください。男の子がね、男が喜ぶ味ですね。ガツンとした。これはね、作ってみようかなとかね、思っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、ポチンコ、お願いします。また見て